難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。本日は3月11日に発生いたしました、東北関東大震災の支援特集ということで、このほど現地入りをした国際協力 NGO 日光の、広報担当でいらっしゃいます吉川奈々江さんにお話を伺いします。もしもし吉川さん聞こえますか？はい、聞こえます。あ、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。吉川さん、まずですね、はい、初めにこの日光という団体について簡単にご紹介の方をいただけますか？はい、日光は京都を拠点として30年間活動している国際協力 NGO です。本当の名前は日本国際民間協力会と申しますが、はい、ちょっと長いので日光という愛称にしています。はい、はい、日頃はどういう活動をされているんでしょうか？そうですね、大きく分けて2つあるんですけれども、はい、海外の途上国で の緊急災害支援ですとか、あと自立支援を中心に行っています。わかりました。はい、その日光がですね、はい、今回東北関東大震災の現地に入られて活動を展開されるということなんですけれども、はい、その支援の内容、どういうふうなことを考えていらっしゃるのか教えていただけますか？はい、現在はスタッフ3名を現地の方に派遣しまして調査中なんですけれども、ニーズが把握できましたら、まず医療支援と、あと2つ目が炊き出し、あと3つ目がボランティアのコーディネートなどを予定しております。なるほど、医療支援と炊き出しと、はい、ボランティアのコーディネートと。はい、そうですね。なるほど、現地というとこう、はい、具体的にどのエリアに入られているんでしょうか？はい、ですね、宮城県の名取市というちょうど仙台、はい、被災した仙台空港が位置する自治体になります。あ、なるほど、はい、そこに3名の方で入って、はい、現地のニーズをまず把握するということで。そうですね、現地の方に2個の提携団体である、はい、地球のステージというNPO 法人がありまして、はい、そこの代表を務められている桑山医師が代表を務める東北国際クリニックというのがありまして、はい、と提携をして被災者のケアに当たる予定です。なるほど、はい、日光のスタッフは今こう向かわれてもう現地に到着されてるんですかね？あ、はい、そうです、到着しております。あ、今日そうですか、はい、早朝に名取市に入りました。あ、そうですか、はい、何かこう現地からの一報とかってもう入ってますか？そうですね、現地の様子が入ってきているんですけれども、はい、やはり、まあ、電気、水道は復旧していなくて、はい、あと、まあ、市内の小学校などの避難所で多くの方々が暮らしておられる状態です。で、まあ、クリニックの方にも朝から患者さんがひっきりなしに来ている状況です。で、写真も送ってもらったんですけれども、はい、本当にもうすべてがなぎ倒されたような状態で、うん、とても信じられないような状態になっています。ああ、なるほど、はい、分かりました。この支援を続ける上でこう日光に対する支援の募金も、はい、受け付けていらっしゃると思うんですけれども、はい、それにどういうふうにアクセスをしたらいいのか教えていただけますでしょうか？はい、まず2つ方法がありまして、郵便振り替えもありますし、はい、あとまたインターネット当会のサイト経由による、はい、インターネットでの募金、クレジットカードの募金も受け付けております。なるほど、インターネットの方はですね、はい、日光 NICCO でですね、はい、検索をして、ね、日本国際民間協力会、はい、日光のホームページに入って、はい、そのトップページからもう募金のサイトの方に行けるということになってるんでしょうか？あ、そうですね、寄付金というメニューがありますので、はい、そちらの方から入ることができます。なるほど、はい、分かりました。現地になかなかこういろんな思いを持って早く行きたい、何かしたいと思っていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まずこういう、はい、専門的なこう経験を積んでこられたこう NGO がですね、はい、現地に入って、はい、でそうした活動を支える、まあ、募金とか寄付とかっていうことはこう非常に大きな支援の形だと思うんですけれども。そうですね、はい、はい、すごく今回は大きな被害で、はい、とても復旧までに時間がかかることに変わりはないと思うんですけれども、ぜひ皆様と一緒に力を合わせて乗り越えて
ていけると信じておりますので、あの一人一人にできることを、まあ、寄付であるっていうところから始まるかと思うんですけれども、はい、あの始めてください、ご協力お願いしますということを伝えたいと思います。わかりました、はい、あのそれが今吉川さんからいただいたメッセージっていうふうに、はい、あの考えさせてもらったらよろしいんですかね。はい、はい、わかりました。あの現地での活動もこう、はい、いろいろ不安っていうようなこう状況が続いていると思うんですけれども、はい、あのまたスタッフの方のご無事もあの心よりお祈りしておりますので、はい、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。難民ナウでは、東北関東大震災の発生に際して、現地に入った国際協力 NGO の活動を、これから、1週間続けて、インタビューをして、ライブで、放送していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。797 Radio Cafe